あらっしゃいませ、食券お買い求めください。ませんはい、たぬきそばですね。はい、少々お待ちください。お待たせしました、たぬきそばです。あぶっす。はい、もちつで、もっと、一回で急いでんねやろ、立ち食い来たってことは。うるさいな、もう。ああ、最後最後、とりあえず、目全部いっとけ。あ、こっちこれ一回で全部。マジか、この人立ち食いそば来るってことめっちゃ急いでんねやろ。いや、そんな急いでなくて、はい、無理すな、無理すな。あ、いや、無理これ全部いっとけ。もうやめてください、やめてください。うるさ、うるさ。いけいけ。あ、いけいけ。おーい、スープ最後、スープ最後。うるさいな、もう。麺全部いって。そんな急いでないから。うるさいね。全然、うるさいね。もう。立ち食いマジせえへんわ。そんな急いでないから。味濃いで。いやいや、そう、こう状況的に味せえへんな言うてんねん。短時間で腹いっぱいになるために味濃くしてるから。ガッサンしない。うるさ。匂いしてるから。いただきまーす。から無理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 、そんな。あー、落ちた、った。このテンポ。うるさいなぁ。このテンポで咀嚼や。どういうことやねん、これ。うるさい。そんな急いでないんですよ、僕。そんな。立ち食いそば来るってことは急いでんねん。いやいや、ある程度は急いでるけど。無理すな。サクッと、この短時間で食べたいな。昼の3時に立ち食いそば来るって一番急いでんねん。タイムリミットないから、別にそんな。はい、行け行け。ちょっと小腹空いたから食べてるだけだ。行け行け。一回で持っていけ。うるさ、もう。おい、スープ最後にいけ。もう。途中でスープ挟むな。もう。出汁って言え。うるさい。スープいくなよ。出汁って言え。ツッコミ入れろ。ほうほうほう、すんな。多少のベロのやけどいけ。おー、飲み込み、もう飲み込んでない。ずっと喋ってるやん。うるさい、ゆっくり食べる。お前、口の中でお前な、そば飯ぐらい細かくすんな。1対1でさ。ある程度の長さ5個いってない。どうすんの、他お客さんとはどんな感じなん。一緒や。1対1やからこの感じなん。一緒や、全員おっても一緒や、全員。全員やんの。やばすぎるってこんな。別に急いでないから。何のために食券にしとんねん。で、昼時やないね。昼時やったらわかるわ。別に3時やから、ゆっくりさして。3時も昼時や。いや、知らんがな。もうそのピーク時過ぎてるやろ。ゆっくりさして。ごちそうさまでした。あー、ゴミ箱の割り箸と、ナプキン、ちょっとゴミ箱でしょ。なんか、それ汚そうに持つなって。ちょ、向いてないって、この仕事。人が食べた、そんな嫌そうにさ。うわ。何この店。ごちそうさまでした。なんやねん、この店、ほんま。どうも、ジャルジャルです。コントイントロクイズするやつというイベントを開催します。3月25日月曜日。その通り、コントの冒頭を見てこのネタはこのタイトルだというクイズです。ネタの種を見込んでいる人たちが活躍できるかもしれませんね。実際に予選はもう始まっています。ぜひ来てください。概要欄に詳しい情報書いてます。スタンダップそばにいるよ、お蕎麦屋さん、皆さんお貸しください。店内にいる時間は1分以内でよろしくお願いします。ぜひ読んでください。どうも、ベテランヤンキーです。どうも、小学生です。僕たち共通点がないように見えてあるんです。一つだけ。僕たちネタサロン会員です。みんな、僕たちと共通点作らない？不透明すぎて入るのが怖いネタサロン。ジャルジャルタワー。